なんと、1時間ほど前に BUSD、バイナンス USD の発行が禁止されるというニュースが流れまして、それによりバイナンスコイン、BNB が7%ほど暴落しており、そしてビットコインも現在暴落している状況でございます。そして仮想通貨全体がね、このニュースに暴落している状況でございます。本日はこのニュースが仮想通貨にどのような影響を与えるかもしれない。そしてこのニュースについて、そして CZ さん、バイナンスの社長さんについてもね、意見もあります。 ので、そちらについても話していきたいと思いますので、皆さん良ければね、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、早速入っていきたいと思います。ということでね、こちらのニュースね、ほんの1時間ほど前にね、公開されたのですが、なんと、BUSD を発行しているね、パクソ、パクソ社が、BUSD を発行しているパクソ社が、BUSD をね、もう発行しないと、停止したっていうニュースが発表されてからね、こんな感じで暴落している状況でございます。ですがね、はい、こちらね、 CZ さんはこのニュースをね、偽物のニュースと歌っております。歌ってるんじゃなくて言っています。はい。見てください。こちらね、1月3日に CZ さんがツイートしたニュースのことなんですけど、はい。2023にはシンプルにすると。そして、もっと他のものには、もっと重要なものに時間を与えたいと。そして、これは私がすることとしないこと。っていう、いうことで、まあこちら引用しているね、4番。4番でね、引用ツイートには4番って話してるんですけど、この4番には、ファット、嘘、 嘘やフェイクや、フェイクニュースや攻撃を無視すると話しております。はい。CZ さんね、こんな感じで4ってね、つぶやいていますので、おそらくね、このニュースね、私、フェイクニュースだと思っております。前々からね、CZ ね、FTX によってね、攻撃されてたんですよ。この、はい、FTX がは破産した時ね、ここだったじゃないですか。 この後、バイナンスがずっとね、FTX により攻撃されてたので、皆さんね、覚えていると思います。はい、覚えまあ、攻撃されてたんですよ。FTX が何百億円も使って、バイナンスをに、まあ、偽のニュースとかね、ファットをね、うな、うなし続けていたんですが、まあ、バイナンスはね、まあ、これについてね、もうずっと無視していたっていう状況でございます。そして CZ さんはね、今回も4って言ってますので、おそらくね、このニュース私もね、フェイクだと思ってます。CZ さんはね、誠実な人はね、そんなわざわざ嘘をつかないと思ってます。そして、もう実際にね、成果としてね、私たちに見せてくれています。 ま今回フェイクニュースだと私は思っています、まあ、こんな感じで私もねこんな感じでツイッターで意見まとめてるんですけど BUSD 発行禁止はファット嘘みたいですとバイナンスはね前々から攻撃されているので CZ がね話しになればそうでしょうとはいさっき言いましたまた BUSD を、ね、発行してるのはバイナンスではなくパクソ社なんですよさっきも言った通りので BUSD はバイナンスが発行しないんでたとえ BUSD がなんか問題があったとしてもバイナンス社には何の影響もないってことです ので、ここね、今、まあ、知らない方ね、結構多いと思います。BUSD を発行しているのはパクソ社で、バイナンス社ではないません。明らかに2つのエンティティ、2つの会社は全くね、違うものなので、たとえこれがね、本物のニュースであっても、バイナンス社ね、短期的には、まあ、こんな感じね、BNB B が売られるみたいな、こういった短期的な値動きにはね、反応するかもしれませんが、長期的に見たらね、はい、問題はありません。 で実際ね、CZ さんはね、これ嘘って言ってるんで、おそらくこれフェイクニュースだと思います、私も。なのでね、これ短期的に誰かがね、バイナンスを陥れるためにね仕掛けているものだと思うので、まあ、こちらね、そこまで心配する創生はないと思われますのでね、私はそう考えております。なのでね、ここもね、まあ、現在ね、サポートゾーンにいます。BUSD もね、現在20週平均線で、ね、試しておりますと。青の200日平均線もサポートとして試しています。まあ、おそらくね、ここからね、まあ、反発すると私は思っております。この動画が出てる頃には反発してると思ってますバイ。ビットコインもね、こちら現在ね、サポート と偽っている状況でございますもしかしたらね、最大ね、ここ、2万1200ドルの実体部分はでね、挑戦してくるかもしれませんが、まあ、ここね、いずれにせよに、今現在、サポートゾーンにいる状況ですので、まあ、この動画を見ている頃に4時間足がね、確定していると思いますが、この4時間足がね、まあ、ひげをつけてるかつけてないかによってね、まあ、今後のね、値、まあね、動きね、結構定まってきますので、もしね、4時間足がこんな感じのね、 まあ、こんな感じの実態で確定しているのであれば、もうちょっとね、調整してくるかもしれませんが、まあ、こんな感じにヒゲでね、まあ、2万1625ドルより上で、上でまあ、終わり値をつけていたのであれば、おそらくね、まあ、引き続きね、この辺でレンジになるかなと思っている状況でございます。のでね、これね、おそらくね、一時的には、ね、まあ、うち的にはね、ファット、一時的にはね、まあ、 一時的なニュースなんで、一時的なね気楽だと思ってますので、今,今からねビットコインの分析について話していきたいと思うんですけど、ね私はね未だにね上目線っていう感じでなっております。でね、今からね細かくねビットコインについてね話していく前に、ねまずね BNB ねもうちょっと細かく見ていきたいんですけど、BNB はね330度のレジスタンスね、こんな感じでね拒否してますと。 まあこの330度のレジス,ティスねかなりね重要だということがわかると思います。ちょうどねこの20周平均線の上でねサポートを居座っていますが、ここをホールドするかどうかで、今後ねこのホールドするのであれば、このままサポートとして試していって、上にねブレイクする確率もね高くなってくると思いますが、いずれにせよ BST、b n じゃ BNB とビットコイン、どっちもねかなりねまあ重要な局面のところにいますので、ここのサポートはホールドしてほしい。でねおそらくこれねフェイクニュースなので、反発するとね私は呼んでいます。はい で、まあ今からね、ビットコインについてね、話していきたいと思うんですけどまあ、ね、何もね、状況変わってません。CPI もね、明日、ついになります。10時半、夜の明日の日本時間10時半にね、CPI がありますのでまあ、その結果がね、まあ、かなりね、重要となってきますと。もしインフレが鈍化しているのであれば、おそらくビットコインはこのまま私、まあす レンジするかもしれませんよ。レンジするかもしれませんが、そのまま上がっていくと私は呼んでいます。そしてもしね、ねインフレがねかなりね熱かった場合、インフレがねねもしね鈍化していなかった場合は、ね、まあ、もし数値がねかなりね悪かったのであれば、ここブレイクするかもしれませんが、私が言いたいこととしては、CPI の結果がどうであれ、ビットコインはここを私はホールドすると思っております。そして、ね、現在ね、ねビットコイン20周平均線ねこちらアプローチしてきてますと、緑が 21EMA で、赤がね 20MA、シンプル ムービングアベレージなんですけど、まあ、ビットコインはね、まあ、このチャンネルを見ている人たちはね分かるともう知っていると思いますがビットコイン20周平均線をねもう大好きなんですよものすごく、ね、意識をするんですよね、まあ、こんな感じでねサポートをホールドしますとレジスタンス、ね、拒否しますとここもレジスタンス拒否しますとあっかいったったけど拒否ここも拒否してるじゃないですかもし最近でもねここを拒否してたように、まあ、20種平均線の上か下にいるかによってだいたいトレンド定まってるんですよ200日平均線もそうです赤の線がね 赤の線じゃないです。青の線が200日平均線です。青の線の下でずっといましたが、やっとね、最近ね、これより上を,上をね、ブレイクすることができました。はい。そして まあ、青の線の上,上か下にいるかによってね、だいね、トレンドが定まってるっていうのがね、皆さん見てね、わかると思います。まあ、207日平均線もね、こちらビットコインブレイクしております、まあ。ということでね、このサポートゾーンがどのあたりにあるかといいますと、このラインがね、どこにあるかといいますと、現在ね、まあ、2万ドル付近です。そして 21EMA は現在2万500ドルです。そしてビットコインのね、今までの、まあ、性質見ていきますとね、まあ、かなりね、20日、20種平均線をね、まあ、意識してるってさっき話したんですけど、まあ、意識した後って、 ま意識した後っててか、まあ、意識するんですけど、こんな感じでサポートとしてね、まあ、ホールドする習性あるんですよ、20周平金線。これね、よくね、2020年のことを話してますけど、まあ、このね、パターンが、まあ、ここに似てるってことはね、まあ、話してると思います。はい。そして、ビットコインね、私ね、2020年のこんな感じのね、パターンになってくると思うんですよ。まあ、1ヶ月ぐらいここね、レンジしたんですけど、まあ、20周平金線をね、サポートとしてね、ホールドする可能性全然あると思います。20周平金線も現在ね、ものすごくね、近くにね、アプローチしてきている状況ですので、 日、ね、平均制ものすごく、ね、近くにアプローチしてきている状況なですので、まあ、こんな感じにサポートねホールドすることもね一応ね頭に入れておりますで現在2万500ドルですけど毎週毎週ね 価格がね、まあ、時間が経つにつれね、20周平均線はね、どんどんこちらに、ね、アプローチしてきますので、まあ、こんな感じでね、まあ、ビットコインがね、このままね、何週間も連日するのであれば、今日の20周平均線をね、サポートとしてね、挑戦するかなと思っております。でもし、ね、20周平均線をね、下回らないのであれば、でおそらく20周平均線1年以上ね、まあ、下でね、居座ってますと。 二周主平均数より下でね、ずっとね、トレードしてたんで、私は二十主平均数をね、サポートとしてね、ホールドする確率はね、かなりね、高いと思っております。ですがね、昨日動画でも話しましたが、2015年はまあホールドしなかったねケースもあるんですよ。こんな感じで。はい。一旦ね、ここブレイクしたら、レジスタンスを拒否して、抜けて、そこからサポートで確認したみたいな感じで、まあね、 まあ、一旦ね、騙しみたいに上げて、まあ、こうやってね、一旦下回る可能性もあります。過去を見ていく感じ。ただね、ここの安値は下回ることはなさそうなので、まあ、でもね、私ね、ここの環境でね、今の環境違うと思うんですよ。なんでかって言いますと、ここね、ダブルボトムね、作ってるじゃないですか、こうやって完璧に。ここダブルボトム作っていますが、まあ、現在の環境を見ていきますと、ダブルボトムね、はい、ちょっと見せていくんですけど、すいません。 もうすでにダブルボトムを、ね、形成してるんですよ、週足で見てわかる通り。はい。さっきもね、ここ週足で、まあ、見てたんですけど、週足ですね、今。ダブルボトムじゃないですか。もうすでにダブルボトム作ってるんですよ、これ。ので、この2015年のね、パターンには私、ならないとね、呼んでおります。はい。 ね、どうなるかわかんないですけど、まあ、もちろん、ね、ここまで、ね、挑戦してくる可能性もありますが、20周平均線戦、ね、220平均線をブレイクしたことを考え、また、ね、相場の心境ね現在ね、多分皆さん、ね、ここブレイクすると思ってます、2万400ドル。下に、ね、割,ってくると思う割ってくると予想していると思います、たくさんの方々。まあ、コメント欄でも、ね、皆様のと、ね、一緒に分析できたおかげで、まあ、2万 1000, 1000ドルを、ね、ホールドするという声が、ね、なかったんですよね、コメント欄に2日前の動画で。 この動画の2日前の動画に2万1000ドルをホールドするっていう声がなかったんで,で、皆さんね、新しい方だったらね、このチャンネル何を言ってるのって皆さん思うかもしれないんですけど、大衆が注目しているもの、大衆がね望んでいるものって大抵ね、相場はね、与えてくれないんですよ。なので、例えばバブルの時もめちゃくちゃね、上がった2000、 21年のバブルの時も、多分ね、ほとんどの人はここに、ね、参入してきたんですよ。なんでここで参入してきたかと言いますと、価格が上がっているからっていう感じで、で、結局ね、参入したのはほとんどの人が参入したって、ビットコインの天井だったじゃないですか、実際に。実際に天井だったと思うんですよ。おそらくね、まあ、ほとんどの方が、まあ、この辺で、ね、参入してきたと思うんですよ。実際に私が聞いてる感じもそんな感じなんで、あそのように、まあ、大衆がねい、大衆が望んでるもの、大衆がね、まあ もう入ってきてるとき、なんていうんですかね、もう価格がね、常に、ね、上昇しきってるじゃないですか。大衆がね、まあ、望んで価格が上がってほしいと思うからこそ参入してきていると思うんですけど、まあ、そういうときって大抵に、ね、それが起こらないんですよね、相場の心理学上、心理上。ので、私もね、ここ、ビットコインね、皆さんね、下にブレイクするってね、かなりね、皆さん思ってると思います。ですがね、私は2020年に見た、 2020年に見た、こんな感じで、まあ2万1200ドルをね、ホールドすると思ってます。ので、ビットコインね、まあ、安値をね、切り上げるとね、私は呼んでおります。20周平均数もこんな感じでね、サポートね、ホールドする可能性、挑戦している可能性も、ね、全然ありますので、私はね、こちらのね、シナリオのパターン、こちらのシナリオ、こちらのパターンの方が確率がね、高いのじゃないのかと思っている状況でございます。そしてね、本日ね、もう一個の、ね、インジケーターね、紹介したいわけなんですけど、このね、 皆さんがね今見ているねインジケーター、この下にありますが、これね、ストーキャスティック RSI といって、こちらね、私の英語のチャンネルの視聴者がね教えてくれたねインジケーターな,どなのですが、 まあその人もね、2万1500ドルがね、おそらくそこ、まあ、ここはね、2万1000ドルあたり、ここはね、まあ、そこだと思ってるんですよえ。なんでかって言いますと、その人もコメント欄で教えてくれたんですけど、もうダブルボトムここで作ってるから、もう一回ダブルボトムは作ることないと。確かにそれは思いました。そしてこの r s i ストーキャスティック RSI ね、これインジケーターで、ストーキャースティック RSI って調べたらね、これ一番上出てくるんで、皆様ぜひ見ていきたいんですけど、この冷やしでね、もうこれがね、現在上向いてますと。 これ、上向いて、上向いて、ゴールもうクロスしてるじゃないですか。上向いた後って、結構ねトレンドがね定まってるっていうのが分かると思います。これ上向いて上上がった後、緩やかでしたが、最終的に大きなね上昇に繋がったと。はいでここもね まあクロスした後上昇を繋がったみたいな。まあ、この時はね、加工トレンドにいたので、そこまでね、まあ、強くないんですけど、上昇とか。ただ、今はね、現在ね、まあ、明らかに違う環境にいますと、20種平均線もブレイクし、200日平均線もブレイクしましたので、私はおそらくね、まあ、ここからね、まあ、このインジケーターもありまして、まあ、上昇していく確率がね、まあ、高いのかなと思っております。はい。で、まあ、ストーキャスティック RSI ね、上昇相場の時にどんな感じの、ね、動きしていくか、2019年とちょっと比べていきたいんですけど、 はいまあ、こんな感じで、えーとまあ、クロスした後、まあ上がっていきましたね、こんな感じで。で、まあ一旦ね、こんな感じで逆にね、調整あったんですけど、ただそんなにね、調整は大きくなくてクロスした後 もう回こんな感じで上がって下がってクロスした後、クロスした後1回こんな感じで上がっていくみたいな。皆さんもぜひね、過去のチャートと比べて見ていきたいんですけど、上昇相場ね、強気相場にいるときはゴールデンクロスの勢いは強いし、下降相場のときは、このストーキャスティック RSI が結構ね、下への威力がね、結構強いっていうのがわかると思いますので、皆さんもぜひこのインジケーター見てみてください。ということでね、引き続きね、このニュース、 ありますが、CPI も明日ありますがね、いろいろね、怖い日々は続きますが、長期的にはね、この価格は私は、ね、ものすごいいい感覚台だと考えております。またね、明日ね、CPI ですかね、その動画ね、明日 CPI 始まる前、生放送もしていいかなと思ってるんで、まあ、時間的にね、 できたら生放送していきたいと思いますし、もし無理だったらね、まあ、動画出していきたいと思いますので、またね、LINE グループに、ね、Discord グループとか Twitter 行っていきたいと思いますので、もしね、私のことね、フォローしてなかったり参加してなかったりしたらね、これね、ぜひね、入っていってね、まあ、今ね、仮想通貨についてね、皆さんね、めちゃくちゃ会話しますので、まあ、グループちょっと見せてもいいんですけど、今ちょっと、喋りすぎてちょっと声枯れましたね。<laughs> もう話したいことがありすぎてちょっと早口になったんですけど、ごめんなさい。はい、まあ、こんな感じで LINE グループあるんですが、 この中で、ね、様々な人がね、まあ、情報を共有したりしてるんで、皆さんね、ぜひ、まあ、興味があればね、LINE グループ、Discord グループもね、あるんでね、入っていってください。またね、最後にですが、取引所に登録していない方、ビットコインとか買っていきたいと思ってる方ですね、こちら、ビットゲットね、おすすめの取引所になってます。なんでかって言いますと、取引手数料がね、業界最安の30%オフで日本語にサポート、人気ボーナス60万円もあります。 私も使い方出してますので皆さんよければね、ぜひビットゲットね登録していくことをお勧めします。バイビットのテスに最大入金額450万円ももらえますので、バイビットもお勧すすめの取りなので、ぜひ登録していってください。という感じで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。